フランス西インド会社は、フランス東インド会社が設立される、約3ヶ月前の1664年5月28日に、ジャンバティスト・コルベールによって設立され、1674年1月2日に解散した、フランスの貿易会社。会社は、大西洋岸のフランス植民地を移常され、40年間のアメリカとの貿易の独占を認められた。グアドループで始められた。 佐藤事業の利益でカナダ植民地への移住を支援することになっていた。資本金は600万ポンドで、本社はルアーブルにあった。会社の資本は非常に多かったので、6か月足らずで45隻の船を用意し、移住されたすべての土地を確保し、所有し、貿易を開始した。しかし1674年1月2日に植民地の移住は取り消され、植民地は 国王の所有に服した。王は冒険商人たちの行動に対して召喚を行った。この措置は王がイングランドと組んで起こした仏乱戦争のせいで会社が多額の損失を出して窮地に陥ったことが一因だった。そしてギニア湾岸に対する会社の独占排除も望まれていた。会社があってもなくてもフランス人商人たちは アンティル諸島との貿易を望んでいた。1665年、会社は、色恋インディアンの侵入に対する備えとして、カリニャンサリエール連隊を得た。ドーフィネ、リグーリア、ピエモンテ、サボワから1200人の兵士が到着して、植民地を守り、また、後には兵士たちのいくらかは帰国せずに現地に、定住した。1666年、行政官のジャンタロンは、 最初の植民地人口調査を実施して3215人の住民を確認した。植民地人口は結婚と出生を奨励する政策の結果として1672年に6700人に増加していた。1667年、色恋族のいくつかの部族も、モホーク族とオナイダ族が和平を結んだ。シャルル・オーベール・ドラ・チェスメはタドゥサックで 毛川商人として1663年から1666年まで働き、会社の総書記として1666年から1669年まで働いてから退社した。そして、サンジャンコでのバス採業で成功し、普通本国のラロシルに長期滞在した。これによって、彼はいくつかのヨーロッパ諸国と取引を行うようになり、数隻の船を保有するに至った。 会社の解散直後にカナダに戻ると1675年から1681年まで友人であるジャン・ウリエットと製法会社の権利を取得しカナダの主要な輸出品であったビーバーの毛皮を独占した。1672年、ジャン・タロンは彼と他の二人のパートナーにペルセオ漁港とする権利を与えた。彼は リビエール・デュルーの領主権を1673年12月23日に受け取った。チスネは他にもリビエール・デュルーの東方の省エン領主権、セント・フランシスとセント・ジョンの半地業、アシ島なども購入した。タバコ農園はフランス植民地で大きく開発された。1658年に設立されたカーボベルでセネガル会社から権利を引き継ぎ、会社は セネガルの奴隷貿易を独占していた。1666年、会社はダホメ王国のサビトウィザーに事務所を作り、他の熱帯製品を購入した。会社はオランダ人と密輸に従事していたカリブ海のフランス人入植者の利益と対立していた。独占のため、砂糖の価格は英国領のバルバドスやジャマイカに比べて、邦外に高くなっていた。 イギリスのジャマイカ島は1670年代初頭から大規模に奴隷を輸入していたので、フランス人佐藤農園主たちは十分な奴隷を提供していないと会社を非難していた。ありがとうございます。